連敗中のサガン鳥栖と連勝中の FC 東京、近況は対照的ですが、それぞれが目指す勝利へ向けて好ゲームに期待です。2020明治安田生命 J1 リーグ第19節サガン鳥栖対 FC 東京の一戦をお伝えしていきます。サガン鳥栖からスターティングメンバーです。森田、原、照樹、高橋礼人、宮、内田優斗、金森、松岡、原川、小山津、石井、林、大地と入っております。 FC 東京もスターティングメンバーです。林明弘、そして中村穂高、渡辺、ジョアン・オマリ、バングーナガンデ、カシーフ、アルトゥール・シルバ、品田、内田拓也、田川、ディエゴ・オリベイラ、アダ・ユートンと入っております。金森がプレッシャーをかけますが、さあバングーナガンデ、カシーフがいきなりクロス、アダ・ユートン待っている、そこにはあっと入っていくアダ・ユートン、そして押し込もうというところでしたが、田川、アダ・ユートンの後は田川。今日はフルース対決ともなっています。田川です。今度は石井、ここは細かいいいパス回しだった、林大地入ってきた。いや、石井、内田優斗、林、まだあるか、内田優斗の左足、やっぱこう林も含めてここでやっぱこう細かいプレーで人数かけて、うん、こうペナルティーボックスに侵入するってことがうまくできましたよね。林大地、林大地、いや強さを見せる渡辺もつくんですが、戻して高橋秀人、石井、今日は非常に体の向きがいい石井、石井がシュート、位置が非常に光っていた石井、快晴、ここで決めました、鳥栖が先制。まあ、これボール持った時に、まあ、少し後ろを意識させながら金森との縦関係を作ってワンタッチって出し、まあ、金森 の落としも良かったですし、まあ、少し相手をブラインドにうまく使いながらファーサイドを巻きながら、やっぱ先ほどのプレーも含めてやっぱ縦関係のスイッチのパスを入れるのが非常に上手い選手ですね。原照樹、ここバングナ軍でカシフバ、そして品田、アダユートン、アダユートン、いきなりアダユートン、左足はわずかにずれます、アダユートン。これもしだから FC 東京が1点取ればスコア上は同点でも、かなり FC 東京の方がいい感じでという終わり方にはなってきますので、そうはさせたくないサガン鳥栖。内田拓也からのボール、田川、ヘディングシュート、枠いってました。まあ、キーパーもよく反応したと思いますし、うん、まあ、ああいうしっかりこういい立ち位置を取れたってところが良かったと思いますね。ここは少し合いませんでして FC 東京ボール、アルトゥール・シルバ、内田拓也、うん、激しくディフェンスに当たった樋口にファウル、ああ脱臼ですかね。いや、逆にこういう負傷交代で入る森下、こう意気に感じてね、またプレーしたいところですよね。そうですね、うん、いや素晴らしいボールつけましたね。はい、樋口から小山津、小山津、石井、樋口、樋口、樋口、左足シュート、弾道でした樋口。ここやっぱ林、林明宏もよく触りました、はいはい、うまく剥がしながらつながっていく、ファウルがありました、これは流したアドバンテージ、さあ森下、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 またしても左足で FC 東京戦にインパクトあるゴール、気合が入りすぎてるぞ森下、なんと FC 東京戦左足で2連発森下です。あとここでやっぱボール持った時にすごくやっぱ自信持ってるんじゃないですかね。ニアサイドのところ打ち抜くだけの技術と、こう気持ちの強さってところが非常に出たと思います。
なかなか FC 東京が難しい、確かに難しい展開になってきていますが、そうですね、さあ樋口、樋口のクロスフリーで待ってる小山津、落としたぞ、内田優斗、内田優斗、内田優斗のゴールです。やっぱ彼の持ってる左足の威力からするとこの距離ってのは関係なかったと思いますし、まあ、ここでコントロールで落とした打ってくださいっていうボールも素晴らしかったですけども、これもギリギリですよね。まあ、まずは FC 東京は1点どうやって返すかっていうところで、まあ、よりこうボールダッシュのところ、まあ、こういうところしっかり奪いたいし、奪った時にシンプルにどれだけ攻めるか。レアンドロ、レアンドロン、ループ気味になっていったんですが浮いてしまいました。早めに前に送る原隊長を目指す、ただ原輝樹、そして今試合終了の笛です。サガン鳥栖連敗を3で止めました。4試合ぶりの勝利は快勝、石井、森下、内田優斗の3ゴール、しかも FC 東京ゼロに抑えてという4試合ぶりの勝利。逆に1回目の鳥栖戦に続いて今シーズン鳥栖には2戦2敗という悔しい結果に FC 東京は終わります。